言って、そんな非効率なこと許されません。非効率だと、命を奪われたから命で報いて死のうだなんて、残された命はどうなるんです。違う、これは風よ、幻を払え。見つけた、これは現実、すべては幻。正解です。私花奈美桜は、舞台版タガタメのアルケミスト聖画剣10の回という舞台の、ゲネプロを現在終えさせていただきました。いろいろありましてこの公演、無観客にて、ニコニコ生放送の方で舞台を配信するという形でお届けすることになりました。お客様に直接客席で見ていただけないのはとても我々としても悲しかったし残念だったんですけれども、代わりに初日から千秋楽までの全9日間、3月13日から22日までニコニコ生放送の方で全て生放送するとのことで、新しい試み、演劇にとっての新しい形にもなったらいいなと思い、全力で、画面の向こうの皆さんに熱量が届くように精一杯頑張りたいと思いますので、もしよろしければタガタメのアルケミスト精一杯みんなで戦っておりますので、ニコニコ生放送ご覧ください。お待ちしてます。頑張ります。